断層、最後の最後に丸々になる、に対する読者の反応を見ていくぜ。アニメのここ好き。人の世のため、あなたのやらかしバカみたいにありますよね。この葉のため、あなたのやらかしバカみたいにありますよね。議題のほかげだ。言ってた時の悪事の原因ほぼほぼこいつって言われてダメだった。スナー。これ何の音なの？模様が浮き出るスーだろう。スレイがやってるあらかじめ仕込んでた裏四蔵封印の発動でその文様が浮かび上がる擬音。最後の独白は好き。こいつが修行中のナルト呼び戻そうとしたカエル殺したせいで里の被害が広がったのダメでしょ。ナルト持ってかれるのがヤバいからそこは理解できなくもない。ペインが里蹂躙してるのに戦力温存とか言って引きこもったのは完全にダメ。別にじゃないよ、連絡カエル勝手に殺していい役あるか。こいつ&相談役の三大子のハローガイ。根の教育も褒められたものじゃねえ。相談役がボルトでも老害のまま生き残ってる。あいつら生き残ってんの。三月里抜けの時に出てきてびっくりした。オロチマルが絡んでるから綱でも一緒にあんな奴信用したらダメだろってナルトに怒ってた。自己犠牲というかもう積んだから道連れにしようとしただけでは。何もかもひどいけどここだけは悪くはなかったな。まあ若い頃は真面目だった奴が。どんどん老害化していって最後の最後で昔の理想を取り戻したと思えばキャラとしての味はある。二割はオロチマルとこいつの合作。凡人が猿に追いつこうとしたのがまず間違いだ。卑劣犯に入れた時点でエリートだわ。でも狂ったわ。忠告こそされてるけど二代目に認められた立派な忍びだったぞ。卑劣様が自分たちのおとりになって亡くなったことをずっと引きずってしまった感はあると思う。断層はあれこれ言われてるけどもちろんおとりはわし以外が行く、の時の回想で、猿が立候補した時に内心ホッとしてしまってすぐに自己嫌悪に苛まれるの人間らしくて好きだよ。人間的な奴だとは思うんだよ。漫画のキャラクターみんなが持ってるレベルの志を持ててない人間の変なリアルさがあった。二代目が最後に判断が遅いってネチネチしたのが今でも断層の心に刺さってるんだよね。てかこいつが自爆したのは身体極まったからであって自己犠牲とはまた違うと思うぞ。こいつが必ず逃げれ切れたのにサスケとマダラを仕留められるから自爆したなら自己犠牲だけど。あの日以降断層は自分も自己犠牲の男だと思い込みたかっただけだろ。二代目が生存してて断層を導いてくれたらなぁ。いきなり同期の猿がほかげとか歪むよ。ペイン襲来に連絡カエル殺して暗部出撃を止めたのは二代目ほかげ様が見たらしく政府可否だぞ断層。四代目が生きてほかげやってたら断層ここまで歪むことなかっただろうなぁ。四代目が死んだか、次はわしがほかげか。経緯から考えるとおとりから反省して立派な人になる道もあったように思えるんだけどな。どうしてここまでひどくなってしまったのか。ヒルゼンが光りすぎた。奥の手は最初にマダラに使うべきだったね。取っておいたからサスケに負けた。人の本害は自己犠牲、から他人にそれを強要するようになったのはマジでボケ入ってたんじゃないかと思う。イタチに一定の敬意を払ってるところは好き。1日1回洗脳できるのすごいよね。普段から使ってそう。全てが遅すぎる男。二代目犠牲にした以上は自分は何者かでなければならないっていう、サバイバーズギルドに取り憑かれた人生だったのかもしれん。あの、二代目は里に生きて戻って。まあ結局その戦勝が元ですぐ死んでるらしいし。ほかげになれたのは多分洗脳の結果だよね。代理だから岩になってない奴はほかげじゃないんだ。卑劣様が呪いの言葉残すのが悪い。自己犠牲だと思ってたけど身体極まったからだと言われて確かに。と納得した記憶がある。第一次政権はサルとのコンビでうまくやりを押せたし、ワンモア接したのが何もかも悪い。この作品ほんといろんな意味で九尾事件が根幹なんだよな。五影階段であれだけやらかして帰ってこようとすんのどういう神経してんのかわからん。イザナギの使い方下手すぎる。つってもイザナギでできることって不都合な現実をなかったことにするだけだし、他に何か使い方あったか。不都合な現実をなかったことにすると視力がなくなるの皮肉ですき。このシーンだけで許すには悪用を重ねすぎた。そもそも階段でことあまつか見つかってなかったらイザナギ乱用した挙句ムー様に負けることもなかったのでは。そういった戦略目というか計画性もヒルゼンに負けてんのがね。柱間細胞入れたマダラやオビトやオロチマルでさえイザナギ利用のために目を複数入れようとはしない。イザナギ利用のために目を複数入れた断層は醜悪さがある。でもあの腕を用意したのはオロチマル。断層発案でオロチマルは動作するのか興味として用意したとかじゃないだろうか。
最強道術を死ぬほどくだらないことに使って死んだ男。自己満足の因果応報でしかねえ。シャリンガン複数個に柱魔細胞とかこいつラスボス。この葉の役に立つことって何かしたの？低悪事の情報しか出てこない。断層視点だと全部この葉のためだから。そもそも死んだ理由が侍洗脳したのバレて階段から逃げ出して孤立したからだからな。言っちゃなんだけど人徳あるか？暗部やら根の奴らも命令だから従ってる感あるくないか？断層様好き好き大好きってやつ生涯に一人でもいたのか？止水って扉魔部隊の仲間の内墓神の子孫なんだろ？断層お前情とか仲間意識とかないんか？基本的にわしが一番じゃないと気が済まないみたいなところがあるよな。本人の実力と徳がそれに見合ってたらよかったのだがそういうわけでもないし。この人はどういう業になれば満足だったのかな？わし、ほかげ。卑劣様おとり役はもちろん断層が行く、行け。みたいなお話ならここまでこじれてないよな。ストレートにこじれるよ。死をトリガーにする割には大したことない攻撃範囲だったよな。封印術じゃないとはいえデイダラを見習ってほしいわ。デイダラも結局サスケ殺せてないやん。盾にされたマンダは一撃で死んだんだぞ。あの自爆結構すごいって。やらかしもめちゃくちゃあるし到底許されるやつではあるんだけど、最後の独白で嫌いになれないんだよな。サスケやオロチマルが許されるならこいつも許されてもいいんじゃと思わないでもない。この駒だけ見ると世のため忍びのため己を滅する希代のほかげなんだがな。終わりよければ全てよしなんて言葉は当てにならないという少佐でもある。断層今こそ必要なほかげとは、少なくともいろいろやらかしたこいつではない。こいつが殺した連絡カエルは輪廻天生の術でも生き返らないんだよね。スナー。やっぱスナーだよな。俺の目がおかしいのかと思った。最後のモノローグは好き。死に際にちゃんと右目つぶしてるし。ところでその右目は誰のものなんですかね、希代のほかげさん。猿が全方面に優秀な上にみんなから愛されまくってるのが悪い。老害だけどサスケとの一騎打ちはかっこよかったな。雷影や B 戦も盛り上がったけどこいつら忍者漫画的に違和感あるつけだったし。断層はあの時期のキャラクターにしてはすごく忍者した見た目してるよね。希代が別称として使われてるのに対して卑劣が畏敬を抱かれて呼ばれてるの面白いな。こいつは文句なしクズだけど、三代目見てるとやっぱ優しさが上回ってマウトップ配管。優しくても厳しい時は厳しいならまだいいけど。止水の万華鏡シャリンガンを人に渡さないくらいしか活躍してない男。味方の口寄せに連なるカエルを殺すのは普通にダメダメということを忘れるな。基本的に人は契約してもらっている側だぞ。この葉の里のやらかしの8割はこいつのせい。2割はオロチマルとこいつの合作。別に土壇場で改心したわけじゃなくて、本人的にはずっと里のために行動してたんじゃない？ただあまりに保守的で視野が狭いので、自分の思い通りにすることが当然里のためになると思い込んでて、旗から見たら暴走してるだけなんだけど。やることすることがほとんどずれてた人。いろいろやらかしてるけど最後だけは好き。